い、サーモン大好きゆなです。今回はゆなのポーチ紹介をしていきたいと思います。ティアラチャンネル。ゆなのポーチはこんな外見です。ブルドッグかな、犬、すりこで買いました。こんな感じです。で、デールのキーホルダー、リスと犬、うん、かわいい。じゃあ、中身を紹介していきたいと思います。オープン、たくさん入ってるからね。じゃあ、まずは、じゃあこれ、これは、りなちゃんからクリスマスプレゼントでもらったリップです。うん、水色とサーモンピンクとレッドかなが混ざった色で、結構なんて言うんだろう、こう鮮やかな清楚系なリップです。これはユナが一番好きなんですけど、エチュードハウスさんのディダーリンウォータージェルメント。次、はい、次はこれ、クレアーズさんのグロスです。何円で買ったか忘れたけど、もう本当にキュートで可愛いから買いました。はい、これはコーセーさんのエルシアプラチナムクイックフィニッシュ BB ホワイト UV、 明るめの肌色です。エッセンスファンデーションです。で、これいいのが、下地で肌色だし日焼け止め効果もあると。すごくない？いいよね、これ毎日塗ってます。じゃん、これはキャンメイクさんのファンデーションです。外見は水色でキラキラしてて可愛いです。中は結構使っててもう柄がないんですけど、最初はこのファンデーションの部分にダイヤとかがあって可愛かったですよ。次はキャンメイクさんのチークとアイシャドウです。ピンクで、こっちが薄い茶色と濃い茶色。はい、次はこれ、ビューラーです。まつげを上げるのに使います。これは100均で買いました。安いですよ。でもちゃんと上がるけん、いいよ。次はまたまたじゃん、これはりなちゃんからクリスマスプレゼントでもらった油取りシートです。100枚入り、封筒みたいになっててオープンって書いてある。じゃん、これはクレンジングシートです。こうね、ティントとかを塗るときにね、バッてはみ出しちゃうことがあるの。その時に使ってます。取れないから、いいよ。うるうるだし、結構持ち歩いてて便利。リップ買おうって時に色を試すじゃないですか、手につけて。で、その時にこれで拭いたら OK。 次が最後かな。皆さん見ていると思いますけど、バッグ紹介でこれ紹介したかな。ダン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 、じゃーん、ユナまだまだ愛用中の UI セールで買った10円の鏡です。まだ使ってる、結構使える。これいいよ、コンパクトだし顔全部見えるし。ティアラチャンネル。ということで、ユナのポーチの中身紹介をしました。ティアラーズのみんな、いかがだったかな。いいなと思ったことがあったらコメント欄で教えてね。バイバーイ。